プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜。リサーの皆様、こんばんは。パーソナリティのジョー・タケラです。この番組は映像制作会社プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りする映画についてお話しする番組です。番組では皆様のメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp ファックス番号は098-934-8653 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページからご覧になれますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。はい、今週のアメリカの夜は先週に引き続き収録にて放送いたします。先週のゲストの小西理恵さんから、今度は好きな映画などプライベートな一面についてお話ししていきたいと思います。その前に一曲です。小西さんがリクエストしたハロウィンのイーグルフライフリーです。どうぞ。曲をかけました。で、はい、ハロウィンのイーグルフライフリーでした。プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜、 FM コザから収録にて放送いたします。パーソナリティは私、ジョー・タケアです。番組では皆様のメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、ファックス番号は098-934-8653 098-934-8653。 私、ジョー・タケアは新型コロナウイルス感染防止の観点からマスクを着用して放送しております。そして今週は先週に引き続き、一般社団法人輝き製作所所長の小西理恵さんをリモートにてお招きしております。小西さん、先週に引き続き、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう先週はですね、小西理恵さん、ですね、輝き製作所についていろいろとお話をして、障害者の性についていろいろお話をさせていただきましたが、今週はですね、この番組はアメリカの夜といいまして、普段は映画についてお話ししている番組ですので、今週はですね、小西さんの好きな映画についていろいろとお話をして、で、僕ジョー・タケアがですね、小西さんにお勧めする映画についてもちょっとお話ししていきたいなと思います。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですね、小西さんの、映画のお話に入る前にですね、先ほど小西さんがリクエストさせていただきました、ハロウィンのイーグルフライフリーなんですけれども、この曲をですね、リクエストされた理由というのは何ですか？ですね、私、大阪でメタルのイベントのスタッフを、させてもらってるんですけど、もうずっとずっとメタルとかハードロックばっかりがかかるイベント、クラブイベントになるんですけど、そのイベントの中ですごいみんなで大事にしている曲だったりするんですよね、この曲が。はい、はい、そのイベントができるきっかけになった曲というか。この小西さん自体はなんか楽器とかはなさってるんですか？10代、20代とバンド活動をしていて、私はギターを弾いていました。今でもそのギターは弾いてるんですか？今はね、もう全然弾いてなくって、でもまたバンドもやりたいなって思う時もあるんですよね、音楽は大好きだから。普段からやっぱりこういうメタルとかよくやっぱ小さい時から聞いてたんですよ。メタルはそのギターを弾き始めてから聞き出したんですけど、でも結構生まれた時にブルースとかがよくかかっている家だったので、そういう影響なのかジャズとかも結構聞くんですよね。僕もですね、どちらかというと日本の曲よりかは洋楽を聴くことが非常に多くて、うんうん、このアメリカの曲も毎回オープニングの際にですね音楽をかけるんですけれども、基本的に大体洋楽ですね。洋楽でもまた比較的新しいのではなくて、だいたい1960年からだいたい1980年代の曲を中心にかけていますね。なんか僕は新
しい曲よりもなんか古い曲の方が好きなので、まあ、ほとんど自分の、まあ、趣味ではあるんですけどもね、はい、でも私もそうです。夏メロとか大好きで、邦楽とかでも結構60年代とかそういうものも聞いたりします。僕はもう本当になんかもうアバですとか、うん、ローリングストーンズだったりザ・バンドとかエルトン・ジョンとかみたいな聞きますね。へえ、趣味がいい。そうですね、なんか小西さんとかそういったところなんかすごいなんか親近感すごい起きました本当ですね。この好きな曲がもうハロウィンって聞いた時点でもう、あ、なんか小西さんとなんか話が合うかもって。ああ、よかったです、ありがとうございました。でそこでですね、まあ、小西さんの、好きな映画についてちょっとお話ししていきたいなって思うんですけれども、はい、小西さんがですね、まあ、好きな映画ってですね、まあ、青い鳥という映画がすごくお好きだってことを、まあ、事前にちょっと打ち合わせの段階でお聞きしたんですけれども、この青い鳥っていうのはどういった映画なんですか？これね、すごい小さい時にテレビの放映でやっていた時になんかすごく印象に残ってて、その映像がすごく小さな兄弟、お兄ちゃんと妹のその2人が青い鳥を求めていろんなところを旅するっていう映画なんですけど、すごくシンプルなお話なんですけど、なんかでもそのなんていうかな、独特な映像がなんか子供心にすごく心に残ってて、で大人になってから見返したらなんかすごいまた見方が変わったんですよね。すごい、あ、面白いなと思って、それでちょっとこちらを上げさせていただきました。この青い鳥なんですけれども、まあ、事前にこの放送の際にですね、私もちょっと鑑賞しました。はい、どうでした？もう本当にですね、当時のハリウッドの大スターのエリザベス・テイラーとか、あとジェーン・ホンダ、あとエヴァ・カトナーといった、もうあの当時のもうハリウッドを代表するもうトップ10ですけども、もうあの当時の時点でもうすでに大御所だったんですけれども、うん、まあ、すごくこの豪華な俳優が出てるなって思ったのと同時に、またこの映画、バレエがまあ非常に多くて、はい、そうですよね。バレエがすごくまた見事でしたね。うん、なんか私も後でネットで見たらこれ一応ミュージカルらしくって、でもなんかその歌の部分ってすごい短いじゃないですか。そうですね、はい、うん、だけどなんかその、ま、音楽とダンスも込みでミュージカルみたいな捉え方なのかなと思って、なんか私はすごいこうそこに美しさがあるなと思ったんですけど、僕はこの ダンスとかそのバレエのシーンがすごく豪華だなと思った同時に、すみません、僕はですね、結構辛口なものです。映画に絶対しては。この映画を見たときに、なんかやっぱりこの出ている俳優が大物すぎて、その大物俳優に支払うギャラのために、なんか撮影がちょっと低予算になってしまったのかなっていう印象は、僕はすごくなんか思いました。なるほど、なるほど。確かに、なんか、なんとか会館みたいなとこで撮ってんのかなみたいな感じですよね。はい。セットってモロバレみたいな感じのところで、まあ、撮影してたりとか、まあ、それはそれはいいんですけれどもね、オズの魔法使いとかもそんな感じでした。うん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 、だけれど、この映画は、制作、公開されたのが1976年なんですけれども、なんか、76年の映画にはなんかとても見えなかったですね。というか、76年よりももっと古い映画なのかなっていうような感じを、うん、なんか昔の映画って、まあ、大体ミュージカルとかが非常に多かったんですけれども、なんかあの当時に作られた映画となんかほとんどなんかクオリティがなんか変わらないなっていう感じをしておきましたね。もちろん映画の技術っていうのも上がっているんですけれども、なんかその、まあ、あえてなんか レトロチックに撮影したのか、それとも本当に予算がなかったのかっていうのは、ちょっとその辺はちょっとよく分からなかったんですけど。今じゃないですか、多分まあでも、とにかく出てる人がすごく豪華だなって思うんです。そう、だからなんかその、ね、衣装とかもすごい綺麗だなと思って。はい。またなんかこの、まあ、犬とか猫とかも出てくるじゃないですか。うんうん、
エコをまたあの人間が演じてるんですけれども、なんかこう明らかに着ぐるみってわかるっていうのはね、そのなんかもうチープさって言ったら失礼かもしれないんですけど、はい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 、あのそのチープさがまたなんか面白いなと思いました。もし、ね、猫が私すごい印象的だったんですよ、子供の頃に見たので、あの猫ちゃんがすごいあの衝撃だって、あの猫ちゃんね、あの女優さんすごい方なんですよね。あの後で調べてみたらマイルス・デイビスの奥様だったっていう大物ですよねびっくりしました。え、猫ちゃんそんな大御所とって思って。世界的なトランペッターですよね、マイルス・デイビスさんは。そうそう、でね、なんかあの犬もあのなんかそのね、人間になって兄弟と一緒に喋ることができて、でそのままでいたいっていう気持ちもなんかすごい、私動物飼ってたんで、なんかそこにすごいグッとくるものがあったんですよね。わかるわかるみたいな。でもなんか僕としてはこれはちょっと、ね、ひどい見方かもしれないのですけれども、はいはいはい、元に戻りたくないって言われたときに、いや、この格好の方がちょっと気味が悪いから元にそれはかわいそうよ。それはかわいそうですけどね。でもなんか、ね、ひどい、まあまあ、うん、ひどい映画の見方ですよね。まあ、確かにワンちゃんの姿の方がかわいかったのはかわいかった。でもなんか、こうやって元に戻りたくないって、やっぱり、泣いてしまうシーンはやっぱり僕もすごいうるってきましたけどもね。ねえ、ですよね。うんうんうん、そう、動物好きな人だったら、ペット飼ったことある人だったら、みんなそんな気持ちになるのかなって思いました。ただ今よ、でも後で考えてみたら、もしこの青い鳥が今の時代に作られていたとしたら、犬と猫はもう絶対に CG なので、ね、多分人間が演じるってことは多分ないと思うんですね。だから逆にあのもし CG であの元に戻りたくないっていうシーンを、まあ、現在も作ったとしても、もしかしたらあの1976年版の青い鳥のシーンの方が意外と感動するっていうことはちょっとあるかもしれないんですけど、ね、そうですね、そうですね、リアルだからこそのね見方があるかもしれないですよ。なんかライオンキング、2019年にライオンキングっていう映画が公開された時に、あのなんだ、動物の表情があまりにもリアルすぎて、なんか気持ち悪かったっていう、なんか観客の評価が結構あったんですよ、ね、私モスラがそうでした。モスラの結構近年に作られたものがリアルすぎて怖かったです。はい、あのモスラあれですよね、最近作ったゴジラ VS、 そうです、そうです、ですよね。はい、怖かった確かにゴジラは、僕もゴジラとかキングギドラとかはやっぱりあの着ぐるみの方がやっぱり僕は好きですよね。私も。ただあのシンゴジラに関してはあれは絶対 CG の方が良かったです。ああ、そうなんですね。はい、なんだろうな、あのハリウッド版のゴジラとシンゴジラだったんでしたら、もうかけるお金も全然違うのに、なんかシンゴジラの方がやっぱり、ね、ゴジラの生みの親は日本ですからね、やっぱり何からの入れようはやっぱり日本の方がやっぱすごいなって印象を受けましたね。なるほど。はい。だから僕本当にあの今シン・ゴジラ以外にもシン・ウルトラマンっていう映画が今劇場公開されてるんで、そちらもちょっとおすすめですよ。それも面白かったです。ああ、はい、そうなんですね。もし、はい、ぜひぜひ見てほしいですね。はい。これでですね、あの小西さんに、僕上高屋がですね、小西さんにお勧めしたい映画は一本ですけども、まあ、ありがとうございます。小西さんにお勧めしたい映画はですね、あの2021年のイギリスの映画の、ラストナイトインソーホーっていう映画をちょっとお勧めしたいですね。うん。これご覧になったことありますか？うん、うん。あ、そうですか。あの、このラストナイトインソーホーっていう映画は、あの主人公があのファッションスクールに通ってるんですね。で、ファッションスクールに通っているんですけれども、あのこの主人公自体があのすごいなんか60年代のカルチャーがすごい大好きな女の子なんですね。だからもうすごい60年代の曲をいつも
と iPod で聞いてたりとかして、だから今現在の流行りにすごい疎い女の子だったんですね。だからスクールに通ってもやっぱりちょっと孤立してしまうんですね。で学校通うために寮を借りていたんですけれども、その寮に馴染めずにその寮から出て家を借りるんですね。うん、家を借りると、なんか夜な夜 なんか奇妙な夢を見るんですよ。でその夢の内容っていうのが、自分がなんか60年代の世界にもう入り込んで、その60年代 のファカルチャーに、カルチャーを感じて、その1960年代ってすごくいいなみたいな感じの映画なんですけども、これってちょっとホラーか。あ、ホラーです。そうですね、これはホラーですね。後々なんか幽霊みたいなもの出てくるんですよ。すごい。でもなんかこの、世界観はなんかめっちゃ好きなんですけど、怖いのはちょっと弱いかもしれないけど、そんな怖くない？結構の60年代のなんかカルチャーとかもたくさん出てくるんですね。ですから結構なんか小西さんは結構好きな映画になるんじゃないかなと思ってますけど。あ、ですね。ちょっとでも怖そうだな。はい、でもオープニングがすごく綺麗なんですよ。やっぱこの女の子がですね、やっぱ主人公の女の子はやっぱりファッションを勉強してる人ですから、新聞紙でドレスを作ったんです。作って、その新聞紙のドレスを着ながらダンスするシーンがあるんですよ、オープニングで。その時点で、なんかこの女の子すごいなって思わせてるんだから、本当そこがもう使い意味がもうバッチリですので、この月からこの女の子はどういうふうな生活を送っていくのか、どのような事件が起こるのだろうって、なんかそういうものを期待しながら見るのもすごい楽しいです。へえ、面白そう。でもちょっと怖いけど頑張って、誰か誘いながら誰かと一緒に見たいなと思います。ぜひぜひ、この映画は多分カップルで見るのも結構意外にいいかもしれない。そうなんですね。ただこの映画の舞台になっているのが、ソーホーなんですね。イギリスにソーホーという場所があるんですけれども、ソーホー行かれたことありますか？ないです。ないですか？はい。ソーホーという場所は、いわゆる社交街で、いわゆる、売春とか、そういったものが行われていた地域なんですね。東京、日本で言ったら、沖縄でしたら、沖縄県には辻っていう場所があるんですけれども、辻みたいなところが、その双方なんですね。昔の双方っていうのは、普通のなんか町からちょっと歩いたら、そういう双方に行くみたいな、結構なんかこういう区画整備とかがあんまりなんかされていなかった時代だったそうで、双方が元々からも簡単に行けるような場所ではあったそうなんです。でこの双方を舞台にして物語が展開していくんですけれども、ただこの当時のやっぱり1960年代のイギリスのカルチャーをやっぱりテーマにして描いている映画でもありますから、やっぱりこの1960年代っていうののイギリスっていうのは当時の流行の最先端だったそうなんですね。ビートルズが流行ったのも1960年代で、またイギリスですし、ローリングストーンズもそうですし、あと007も1960年代ですし、あとツイッギー、ミニスカートも1960年代ですからね。だからこのみんななんかイギリスのなんか影響をみんなと世界中の人々がなんか受けていたんだなって、ラストナイティン奏法みたいなのもすごくわかります。なるほど。またこの映画を、ラストナイティング奏法っていう映画を監督したのが、エドワー・ライトって監督さんでして、この方は結構本当に映画オタクで、非常に有名な監督で、自分のなんか映画の趣味っていうのを自分の作品に結構入れたりする監督でもあるんですよ。で、この人が本当に初期に作った映画で、ショーン・オブ・ザ・デッドっていう映画があるんですよ。はい。このショーン・オブ・ザ・デッドっていう映画は、ゾンビ映画なんですけれども、このゾンビ映画をなんかパロディ化して、すごいなんか明るいコメディみたいな感じで描いてる作品で、またなぜか知らないけど、
全体的になぜかクイーンの曲が流れるっていうのがすごい気持ち、まあ、この映画も結構面白いですね。このショーン・オブ・ザ・デッドっていう映画もやっぱこのラストナイト・イン・ソーホーになんか繋がる部分もあると思いますし、またこのラストナイト・イン・ソーホーの前に作った映画でベイビードライバーっていう映画もあるんですよ。このベイビードライバーっていう映画はなんか主人公がもう音楽を常に聴いていかないと、ちょっと耳鳴りしてしまって、それに耐えきれないから常に音楽を聴きながら、まあ、車を運転しながら、なんか運び屋とかをしている、まあ、作品なんですけど。へえ、面白そう、それも。これも面白いですよ。なんかこれはすごくなんかおすすめですので、うん、この、まあ、ラストナイト・イン・ソーホーという映画もすごくおすすめですし、本当にこの映画を見て、このエドガー・ライトっていう監督はについて、なんかいろいろと気になって、本当になんかエドガー・ライトのファンになってほしいなって、小西さんにはと思います。はい、いろいろ見てみます。ありがとうございます。はい、以上で、本日は、はい、輝き製作所所長の小西理恵さんでした。はい、以上、アメリカの夜です。新聞などエンディングです。で はい、プロジェクト9プレゼンツ、アメリカの夜、いよいよエンディングの時間がやってまいりました。今週は、一般社団法人輝き製作所所長の小西理恵さんをリモートでゲストでお招きしました。小西さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、小西さん、やっぱりこういうような映画とかこういった話っていうのをする機会っていうのはなかなかないのかなと思いますけれども。そうですね、初めてこういったお話をさせていただいたのですごい楽しかったです。あ、ですか、ありがとうございます。はい、なんかもう本当ですね、本当もう時間がたくさんあれば、本当に小西さんともいろいろとなんか映画の配信ですとか、また小西さんにお勧めしたい映画とか、また今日こうやってお話をして、なんか小西さんとなんか音楽の趣味が非常になんか合いそうだなってすごく思いましたので、なんかぜひまた今回ですね、いつかまたラジオにお呼びしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ。小西さんが思うなんか音楽論とかをですね、ぜひ熱く語っていただけたらなと思います。そうですね、ぜひぜひ音楽の話も。もっともっといっぱいしたいです。はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございます。それではまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。さよなら。